この動画では iPhone シリーズを初めて買ったばっかりの方、あるいはこれから買おうと思われている、まあ、初心者さんに向けた動画です。で、iPhone シリーズですね、普通に使っていて、故障しやすい、あるいは調子が悪くなりやすいのが、まあ、いろいろなボタンなんですよ。はい。で、iPhone7 からは、ホームボタンに関しては、これボタンのように見えてボタンじゃなくなったんですけども、まあ、音量とかね、電源のオンオフっていうのは基本的にはボタンでするかと思います。それをボタンを使わずにやる方法というのがあるんですよ。で、それがですね、今回ご説明するんですけど、まず設定ですね。設定をタップします。はい。その中にですね、一般という項目があるので、一般をタップします。はい。その中にですね、さらに、アクセシビリティという聞き慣れない言葉がありますけども、こちらをタップします。はい。で、こちら下の方にスクロールしていくとですね、これだけなぜかアルファベットなんですよね。はい。足、なんでしょうね。なんとかタッチ。はい。これ今オフになってますけども、こちらを、はい。オンにします。はい。するとですね、このようなマークが出てきましたね。はい。これは誰かが iPhone 使ってるのを見て、そういえばこういうのを見たことあるなという方もいらっしゃるかもしれません。私もね、動画の中でいつも、はい、出しています。で、これこんな感じで、まあ、場所、邪魔であったら動かすこともできるんですけども、これ何かというと、これをタップすると、はい、こんな感じで、項目出てきます。まあ、よく使うのがデバイスですかね。このデバイスをタップします。はい。すると、これ、画面をロックとありますよね。で、これ画面をロックをタップすると、これで画面ロックできるんですよ。はい。で、解除するときは、まあ、ホームボタンから普通にこう解除してですね、他に何ができるかな？あ、この画面をロックを長押しします。今これ長押ししています。はい。するとこれ、電源オフっていうのが出てきますよね。これをスライドすると電源オフできるんで、電源ボタン触らずとも、電源が切れる。はい。でですね、他は何があるかな？あと音量を上げる、下げるなんかもありますよね。あと、その他の部分。はい。これその他の部分で、スクリーンショットもあるんですよ。でね、これとあるサイトとか、まあ、一つじゃないんですけど、裏技的に載ってたのが、スクリーンショットの音ってうるさいじゃないですか。なのでですね、下のスピーカーを指で押さえておいて、このスクリーンショットを押せば、ちょっと今やってみますね。あ、ちょっとはなんかマシになるかなっていう話もあったんで、まあこれ便利なんでね、とりあえず、使ってみて、邪魔だなとか、私にはいらないなと思ったら、また元の、はい、設定でこれを、オフにすれば、消えるので、はい。試してみてはどうでしょうかという設定でした。はい。2回も噛んでしまいましたね。最後までご覧いただき、ありがとうございました。